視野に憧れてバラをくわえて踊ってる地下の酒場のカルメンと今夜メトロでランデブーダークなスーツに着替えてボルサリーの息に決め生かす靴を履いた時に電話が俺を呼び止めた受話器の向こう側でボス声を震わせながらボスやばいことになっちまった鳥のやつがしくじっただかりはユーロさん今夜港で決着を立ち入り禁止の鳩場の第三倉庫に8時半誰か彼女に伝えてくれよホームの始め待ってるはずさかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよ額縁の裏の金庫に隠したコルトを取り出す俺の手が震えてるのは何も怖いわけじゃないさコルトは俺のパスポート黒くて硬いパスポートスタッカリーの頭にこいつをぶち込んでやるさタクシーで港に着くとボスたちは青ざめていた怪しい気配に気づくと俺たちは囲まれていた暗闇からマシンガンがあざけるように火を吹いたボルサリーノは弾け飛びコンクリートにキスをした誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよし痛みが体を電光石火に貫きはみ出し物の赤い血が空っぽの世界を染める薄れていく意識の中俺はカルメンと踊ったアンダルシアの青い空グラナダの歌が聞こえた誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよ必ず行くからそこで待ってろよ